政府統計で明らかになった日本経済の地獄絵図。今こそ消費税減税を。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。これ今3月じゃないですか、うん、でね、経済の統計って政府がこう最新のやつをこうまとめるのにちょっとまあ 2,3 ヶ月かかるんですよ、はいはい、でようやくね、去年の10月から12月までの経済状況でのこれがのデータ取りまとまって政府から公表されてるんですね、うん、でまあ僕それずっと待ってたんですよ。で、まあ、どうせめちゃめちゃなってるやろうなと思って見たら、はい、あの上めちゃめちゃなんですね。だってね、マンボウがあったりとか、うん、いろいろありましたしね。そうでね、まあ、ちょっと期待してたのは10月から12月って覚えてあります？あのだいぶねコロナが収束して、うん、コロナ感染新規感染者数がもう数人みたいな、そう、あー、ね、はいはいはい、ね、ちょっと下火になってた時ですね。そう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 、あのオミクロンが来る前だったから、はいはい、もう結構ね人が戻ってきてたんですよ。人が戻ってきててね、いろんな夜のお店とかでもね普通に営業してたり、時短とかじゃなくてね、うんうんうん、まあやってるような感じなんで、まあ多少はちょっとようなってるかなと思ったんですけど、まあ、全然ようなってないっていうことになっててね。でこれあのデータで見ると、もともと560兆ぐらいやったものがね540兆ぐらいにこう、まあずっと、まあ、これ1年半ぐらい前からそんな状況なんですよ。で一番へこんだのは2年前のちょうど今頃、2年前のちょうど今頃がすっごいへこんでて、もうこの時はねもう50兆円ぐらいへこんでたんですよ、年率で。めちゃめちゃへってますね。めちゃくちゃすんごいへこんでて、だからもう志村けんさんが亡くなったりだとか、最初の緊急事態宣言だとかでもパニックになってしまってね、うん、人々の移動ももう半分以下になって、もう街ガラガラでした。そうそうそう、あの時覚えてますけど、東山とか歩いたらね、俺だけやんけみたいな。本当にそうでした。清水行ったら舞台に誰もおらんみたいな、うん、あんな初めて見たみたいな、うん、駅ももう本当に人っ子一人いないみたいな。そうそうそう、こうパニックで、あの時にだいたい50兆円ぐらい冷えてたんですよね、うん、でそっからマシになって、まあ、今20兆ぐらいへこんでる状況に、まあ、1年半ぐらい前になったんですよ。うん、1年半前ぐらいに、去年、おととしの夏ぐらい、はい、あの頃第2波が来たけれども、緊急事態宣言出さなかった珍しい回だったんですよ。もうこれもこのまま慣れていこうみたいな感じで。で、その頃に20兆円ぐらい下落、20兆円か25兆円ぐらい下落して、そのままずーっと来てるんですよ。ずーっとこう来ててね。うん、で、その間ずっとその菅政権だとかね、はい、岸田政権とかっていうのが、まあ、安倍政権は最初の時だけで、実はコロナが来てすぐ変わってしまったんですよ、ご病気やっていうのもあって。そこからずっとこう、菅さん、岸田さんでやってきたんですけど、もうなんか世界最大規模の経済対策やとか、こう、過去最大やとか、なんか、言うとったわけですよ。言うとったのに、何にも変わってないんですよ。もう全然足りない。もう全然あかんないかと。これなんであかんのか言うたら、もう消費税そのままにしとるからやんけ、お前と。お前もそろそろ消費税減税やらんかったらもう日本潰れるぞお前と。もう分かってるやろってね。ね、もう今日はそんな話をね、もうがっぽりしたいと思います。はい、よろしくお願いします。聞けば今の日本経済がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは政府統計で明らかになった日本経済の地獄絵図、今こそ消費税減税を、うん、これね、まあ、日本はさっき言ったようにこう2年前にズドーンと下がって、そこからちょこっとパニックがなくなったんだけど、まあ、20兆円から25兆円経済がへこんだままずっと1年半来てますということなんですけど、よその国はもうガンガン成長してるんですよ。ヨーロッパでもちゃんと 1%、2% ぐらいはね、着々と成長してあるし、はい、アメリカやったらもう 4% か 5% パーンといっているし、もう中国はそのさらに倍ぐらいバーン成長しとるわけですよ。ますます差が開いていきますよね。そうそうそう。もともとコロナ来る前から差が開いてたのに、もうコロナが来て2年経ってますが、その間にものすごい差が開いて、まあ、しまっているわけですよ。それでね、経済もそうだし、もう我々の精神状況ももう限界に達しつつあってね、はい、これ読売新聞がね最近やった調査で、国民のね有権者の7割がコロナ禍の自粛生活にもう何本持っても最大であと1年ぐらいしかもう耐えれませんと、もうほんまもう無理って言ってるんですよ。これで特に若者だいぶきつくてね、うん、こう18歳から30歳の若年層の階層に、着目するとね、はい、もうすでに無理、今でも耐えれませんって言ってるのがもう 19%、20%、2割ぐらいいるんですよ。私ももうね、だから奈央ちゃんこの階層じゃないですか。もう無理、はい、もう5人に1人は今すぐ無理みたいな。だってもういろんなもの奪われてますもん。そう。でしょ？それで精神も限界やし、もう経済も限界に、まあ、なってきてるんですよ。それで、もうこの10月から12月、あんだけ人を歩いてたんですよ。うん、で、あの頃ってどれぐらいだったかっていうのをね、まあ、人流で調べると、だいたいね、去年は1年間ね、だいたい3割ぐらいずっと自粛してたんですよ。うん、その前に比べて。はい。だから、7割活動だったんですよ、ずっと。僕らなんぼラジオで喋っても、もう世の中何も変わらへんし。ところが、去年の10月とか11月とかは、すっごい感染者数がいなくなってね。うん、なんかね、ほんとみんなね、なんか、うつる気がなくなった感じになって、結構みんな飲みに行ってたわけですよ。はぁはぁはぁ。で、その時の人流がね、だいたいね、15% ぐらい。うん、だから、3割ぐらい減ってた分が 15% にまで少なくなったんですよ。だから、自粛の度合いが半分になったんですよ。はいはい。でこのまま行ったらもう9割、9割5分、10割に戻るかなっていう感じのところで、まあ年末年始でオミクロンになって、はい、マンボウでーすってなって、うん、で結局ね、また同じ水準、30%。今 30% 自粛。30% 自粛になってるんですよ。でね、こっからですよ。これね、自粛したら当然経済冷えるじゃないですか。そうですね、みんながお金回さないし。うんうん、だからね、これずーっと横ばいで来てるでしょ、経済が。ずっとダメだったわけじゃないですか。あんだけ活動してたのに。うん、あんだけ活動してたのに伸びなかったっていうのが問題なんですよ。うん、でこれはもう政府の対策がぬるいからっていうことなんですけど。で、に、かつ、ここでまたみんな自粛するわけでしょ、してるわけでしょ。そしたらね、もっと経済冷えるわけですよ。これから。うん、GDP 統計も今、めっちゃ冷えてるってとこですよ。はい。で、さらにね、これコロナ禍、だけじゃなくて、もともとこれ消費増税化から来てるわけじゃないですか。2019年10月に消費増税をして、今、ずっと 10% で来てるでしょ、はい、それのダメージをずっと受け続けてるところに、そこにアドオンする格好で、コロナ禍がアドオンされたわけですよね。で、重たしんどーってなってるわけでしょ、こんなしんどしんど、もう無理ってなってるでしょ。それでまた、もうこれ2週間、もう一月ぐらい前からプーチンさんが出てきて、ウクライナ危機と。はい。で、これでもう、いや、なんやーって、大変やー言ってね、ニュースでえらこっちゃー言って、まあ言って、もうなんかあれになったらもうコロナのことなんて誰もニュースで言わんよって、なんやお前らあんま気にしてなかったんかいみたいな、どっちやねんお前みたいな
いう状況に、まあ、なっとる、まあ、わけですけど、はい、実は今、我々にとっての問題はね、ウクライナの戦争そのものよりも、そのせいによってオイルが高くなってることなんですよ。ああ。石油高くなってるんですよ。はいはいはい。石油高くなるってことは、これね、消費税増税と同じ効果があるんですよ。すべての物の値段が上がりますから、石油が高くなると。うんうん、ロシアってすごい産油国であり、ガスとかね、エネルギー、要するにエネルギーが高くなっていると。で、それだけじゃなくて、実はウクライナとロシアってね、小麦を 30% のシェアを持ってるんですよ。世界の貿易量の。世界貿易量の 30% がウクライナ、ロシアなんですよ。そうなんですか。うん。で、今その貿易ができない状況になってるので、はい、我々日本は、小麦の直接やり取りはウクライナともロシアともやってないんだけど、小麦の流通量が減るとね、当然ながら価格が高くなるじゃないですか。そうですね。もうだって世界で欲しいわけですから、うん、そうそうそう。だからところてん式というかね、うんうん、だから我々が輸入できる量が減るわけですよ、うんうんうん、で減るから困るから、お金出すから輸入させてくれってなるじゃないですか。だから小麦の値段がめちゃ高なってるんですよ。だけどね、諸外国はすごい成長してるでしょ、そんな中でも、うん、なんでかって言ったら、日本、言うときますけど、日本よりもっと激しい自粛させてますからね。そうでしたね。ヨーロッパとか。パリとかも。そうそうそう。ね、8割とか自粛してましたから、2割ぐらいしか、活動レベル保障されてなかったわけですよ。うん、だけど、成長してると。これなんでかって言ったら、ちゃんと消費税を減税してるからなんですよ。で、個別所得保障をね、はい、それぞれの、家に、家計に、それからそれぞれの法人にちゃんとお金を配ってあげてるんですよ。うん、だから、すごい V 字回復をしてるんですよ。ああ、うん、そっか。ちゃんとその自粛期間の保証をしてたから。アメリカなんて世界で一番コロナで亡くなってるでしょ。だけどすごい成長しているのはね、うん、もうトランプ400兆、バイデン400兆、合わせて800兆というもう想像絶する経済対策をやってるんですよ、うんうんうん、それに比べて日本はやった言ったら去年1年で30兆ですよ。でしかもだからわけのわからない自粛とかさせてるわけでしょ。で自粛させて助けないっていうので日本がダメになってきてるしね、うん、でさらに普通だったら日本の法律上ガソリンの価格が高くなったらトリガー条項っていうのがあって、ガソリンの代金を引いてあげるっていうことをすることが法律的に決まってるんですけど、それを財務省がそんな法律があったら俺お金減るから嫌やって言って、その法律を凍結してるんですよ。だからほんまやったら安できんのに、リッターあたり25円ずつね、結構なもんですよ。1リッター25円って結構なもんですよ、はい。その分税金払わんでええんですけど、今。財務省が金欲しいっていうだけの理由で、奪われてるんですよ。それでお金も配らないと。だからこれね、はっきり言ってね、人災なんですよ。この経済冷え込んでんのは。まあコロナはしょうがないとしても。これだから菅さん並び今やったら岸田さんのもたらした災いで我々20兆円も25兆円も損してるという状況にあってね。だからね、これやっぱりこのラジオ聞いてくださってる皆様方は、これまずね、こういう状況があるんだということをしっかり知って、それで諸外国減税してるんだということをしっかり認識してもらって、やっぱりね、減税運動やりましょう。今年はね、参議院選挙があるんだから、あ、はい、ね、それでちゃんと減税イシューに重要な論点にしてもらって、でしかも個別所得保障ね、10万1回配って終わりになってるじゃないですか。最近なんか留学生に10万円配るみたいなね話やって、まあ日本人にも配るとは言うてますけども、なんで今まで日本人には配らんかったのに留学生来るようになったらいきなり留学生だけ配ろう思っとんねんお前と。もっとね、日本国民の皆さんのことを考えてほしい。だからね、もうめちゃくちゃなんですよ岸田さんがやってることは。もうで、だからね、ちゃんとこう減税もせなあかんし、それで所得保障もせなあかんし、それでガソリン税金に関する対応もしなあかんし、で、小麦対応とかね、いうこともちゃんとしてもらわな、もう困るわけですよ、うん。で、減税したらね、消費が増えてね、で、GoTo トラベル、GoTo イートごときのせこい話じゃなくて、GoTo オール、GoTo オールなんですよ。全部いけ、全部、いや、10% 引いたるから 10% 増やぞ、やと。こうなるわけだしね、うん、でだから小麦とか石油の高騰対策の最善の方法でもあるんですよ。で減税したらそうやってね、消費が絶対増えるわけだしね、うんうん、そしたら消費が増えてったら、じゃあちょっと景気が読んでたってきたから投資しようかということで、いろんなビル建てたりとか店作ったりとか研究開発したりとか人雇ったりとかすることにもなるわけですよ。日本が豊かになりますよね。そうそう。でそうなったらね、企業が儲かってくるし、うん、で税金も払わんでよくもなるから、これ賃金も
増えるわけですよ、消費税を減税して凍結したらね。はい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 。これ前もちょっと話しましたけど、消費税のせいで賃金引き下げ圧力がかかってますからね。はい。で、賃金も上がるんですよ。で、賃金上がったら、みんなまたお金ぐるぐる回り出すでしょ。うん。そしたら、諸外国と同じように、年間 2% や 3% 成長していくことができるようになるんですよ。そしたら、希望ができるじゃないですか。うん。で、希望ができたら、また、その希望があるっていうことで、より投資をするようになるでしょ。うん。そしたら、投資するから日本経済のレベルが上がるじゃないですか。じゃデジタルトランスフォーメーションだとか、で防災だとか、生産性向上だとか、何でもかんでもできるようになるんですよ。うん、余裕ができたら、いろんなことをね、考えられますから。だからね、消費税減税こそね、最強の魔法のね、マダンテなんですよ。マダンテ！もう全部いったると、10% 全部もう、もう、マダンテってドーン至ったらええわけですよ。もう最強魔法ですよ。はい。もうこんなね、ことがもう分かってんで、しかもそのマダンテやるも、能力が、もう修行積んで政府にはあるんだから。やろう思ったら消費税 10% 分全部バーン、もう HP 全部放出ですよ。これでも、もうドカーンとマダンテ、そしたら日本経済ドカーンと行くわけですよ。いきなりドラクエ出てきましたけど。ね、ってことでね、今日は景気づけに、杉山浩一式東京都交響楽団で、ロトのテーマ行きましょう。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。杉山浩一式東京都交響楽団でロトのテーマお届けしました。もうなんか泣きそう。もう感動ですね。もうね、なんというかね、僕はもうふるさとですね、ドラゴンクエストのあの世界が、はあ、もうそれぐらい僕はね、ドラクエにハマりまくっとったわけですよ。いやでもドラクエもストーリーもね、いいですから。これは1988年リリース。それが一作目が出た。これだからこれ3なんですよ。このね、交響楽団は交響組曲ドラゴンクエスト3そして伝説へからの、はいはい、レコーディングっていうか CD になってるんですよ。そうでしたか。うん、だからね、これそれが出たのは1988年。ドラクエはもうちょっと前ですよ。僕が高校ぐらいだから、これの、これの 4,5 年前かな、4年とか前かもしれません。僕はまあ、ちなみに2が一番好きなんですけどね。はい。一番好きなのは2でも、2だけをあと100回ぐらいやって死にたいぐらいなんですけどね。もうそれぐらい2が好きなんですけど、ね。もう擦り切れるまで。もう擦り切れるまで、もう擦り切れとりますけどね、もうね。まあ、ぐらい好きなんですけど、うんうんうん。で、この交響組曲が出てきたのが、この3の時が。初めて。で、最初はもう、ピン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 ぐらいのね。あ、はい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 。ピコピコしたもんだったのがね、これが3ぐらいになったらもうシンフォニー感ができて、え、何これ、え、何なのこれ、みたいな。ちょっと僕二十歳のね、もう全然大学も行かんと、バンドとドラクエ、ドラクエとバンド、バンドとドラクエ、たまに麻雀みたいな、もう今年が、時々南で酒飲む、河原町で酒飲むぐらいしかね、はい、やってなかったような時代に、僕はもうね、もうハマりまくっとったわけですよ。ラスボスはね、ゾーマ。ゾーマ、はい。でね、職業システムが初めて導入されたんですよね。職業システム、今も当たり前になってますけども。で、まあ、勇者という概念がこう出てきてですね、最初はスライムぐらいしか当然倒せへんわけですよ。コンボでポコンポコン、ね。はいはい。そうですね。で、それがもうだんだんこう、いろんな、ホイミをちょっと覚えて、ちょっと戦えるようになって、薬草を買わんでもいけるわぐらいにこうなってね。うんうん、メラ覚えて。そうそう、メラ覚えて、ポーンってやってね。はい、で、まあ、最初、魔王バラモスを。うん、
もう倒してね。で、最後はもうだん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 、もうこれ、もう魔法使いが賢者になり、それでもう僧侶も賢者になり、もうそれでもう、なって、もう自分のパーティー賢者二人ぐらい従えて、俺でもう、武闘家もバカーン生きよるわけですわ。もう、それはもう、俺も戦士もズバズバ生きよるわけですわ。バイキルドでバカーン行って、俺で最後はゾーマ倒すんですよ。はい。こいつが財務省です。そうか。なんていうかな、ほんまに敵ですからね、消費税の問題とか、先週話した高橋はじめさんだとかね、で、財務省を中心とした、まあ、政権だとかね、これをね、なんとか倒さんことにはね、この、世界に平和が訪れないんですよ。これ、ドラクエ3っていうのは、ドラクエ1の数百年前の世界なんですよ。で、ドラクエ1にロトの勇者っていうのが出てきて、その伝説のロトの勇者の、いろんな剣なんかをこう、発見して、最後、ラスボス倒すっていう話なんですけど、そのロトの物語なんですよ。これはね、だからね。もう、勇者ですね。勇者の我々勇者です。だからこれはね、ポイントはこれね、僕は勇者です。ドラクエ行くんだから。で、僕じゃなくて、皆さんも勇者です。そうです。それがドラクエなんだから。はい。ね、だから、皆さんも勇者なんですよ。なおちゃんも勇者なんですよ。はい、もうみんなロトな、みんなロトなんですよ。ね、でもこれね、減税ぐらいやりましょうよ。ね、これもう気合が大事ですから。ね、そんな思いでドラクエ、もう一回やりたいな。週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。KBS 京都からお送りしています。日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。これね、まあ、改めてね、今日も消費税減税、それから所得保障ね、それとしっかりとした投資、はい、もうこの3つをねちゃんとやればね、日本はちゃんと復活できるし、でそういうことを諸外国はやってるわけですよ。その最先進国が、まあ、アメリカであり、まあ、悔しいけれども中国もまあそういうところがあってものすごく成長しててね、もうこのままだったらもう全然ダメになってしまうんだけど、まあ、日本にはゾーマがおってね、ゾーマの暗黒支配を受けてるわけですよ、はい、で全然減税できない、保証もできない、で実際結果として20兆円ずっと下落しっぱなしっていうことにこうなっててね、でこれを変えるにはね、やっぱりね、選挙の力を借りるしかしょうがないんですよね。で去年高市早苗さんがね、総裁選挙の時にプライマリーバランス規律の凍結と、はいはい、まあいうことを言って投資をすごい拡大すると、まあ、おっしゃって、それでね、財政規律は随分ね緩ませることが必要だという議論がね、まあ増えてきたんですよ、はい、でね、今これ状況だけ言うとね、その高市さんが政調会長になられて、でそこに財政政策検討本部というのができて、そこで京都の西田昌司先生っていうのが本部長になって、まあ、積極財政派としてよく知られた方でね、でその下に木内実さんっていうね、これも積極財政派としてよく知られた方が事務局長になってね、財政政策をしっかり考えて、今言ったような拡張経済をね、拡張財政をこうやっていこうという議論もすごくしていると、はい、で自民党の中にもその責任ある積極財政を考える議員連盟というのがね、これ北海道の中村さんやとかっていう人を中心にね、うん、大阪の大臣の先生とかいろんな方が入ってね、進めて、いるんですけど、そこで積極財政考えようと、責任ある形で積極財政考えようと、はい、これがね80名、おうおうおう、若手議員だけど80名になってきてるんですよ。
これはね、パーティーが増えてるわけですよ。そうですね。仲間が。はい。で、野党に関してもね、これまた京都ですけど、泉健太さん。今、立憲民主党の代表でしょ。まあ、彼は立憲民主党の中では相当な積極財政派の議論をされる方で。で、国民民主党っていうのもあるじゃないですか。はい、あそこ財務省出身の玉木さんっていうのがいて、うんうん。これもかなり積極財政派なんですよ。で、言わずもがなですけども、令和新選組の山本太郎さん。これも積極財政派なんですよ。はい、これ10年前にはね、野党にもこんだけいなかった。ああ、そうなんですか。うん。で、だって当時はね、3党合意で消費税増税決めたんですもん。5から8、8から10の。で、それを裏で操ってたのが財務省。で、これゾーマだったわけですけど。でね、今、だから随分ね、ゾーマが、に近づいてきてるわけですよ、ラスボスに向けて。はい。それで、向こうビビって、矢野事務次官ってゾーマのリーダーがね。で、もう、ばらまきやったらおかしなるぞーって出てきて、今、ボコボコにされとるわけじゃないですか。で、あれも、この間、某、与党の議員、有力議員と新幹線でおったときに、あれ、ひどいですね、とか、いや、なんかいっぱい連れて、謝りに来たよ、僕のとこにも、って言って。へぇー、うん。で、私のとこにも謝りに来たわよっていう人もいたしね。あ、そうですか。謝っとるんですよ、ゾーンが。また、こそくなことして、またこう、ね、悪魔が、裏がもう悪魔が出やむす、お金取ってくださいよ、とか言うと。それで結局、増税したりね、減税阻止したりとかしようと、まあ、しとるわけですよ。うんうん、だからね、まだまだ道半ばなんだけど、10年前に比べたらね、ドラクエのようにレベル3とか5とかじゃなくて、レベル15か20とか。おう、結構だった。まあね、なんかね、皆さん頑張りましょう。ぜひ皆さんもね。RPG ですから、はい、そうです、はい、そうです、その通りです。 RPG やってるんです我々は、はい、ぜひね皆さんいろいろ一緒に考えていきましょう、はい、そして表現者クライテリオンの最新号を発売しております。公室論俗悪なるものへの最後のアンチ、こちらの特集を行っております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索をしますとホームページが出てきます。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。